この世界は宝の山だ。持ち帰れば我が悲願の達成など容易。それで雪なったらね、小さい時に。ちょっとさやかさん。そんなに慌てなくてもいいじゃないですか。お、隊長さん。はい、おかげさまで。正直こっちに来た時は少なからず緊張してたんだけど、まさかこんな風に打ち解けられるなんて考えもしなかったわ。私のおかげだなんて、そんな。ですね。だからこそ、あなたに忠告しておくわ。肝に銘じておきなさい。桑名号を泣かしたら許さないわよ。もし泣かせたら抹殺しますからね。さあどうでしょう。試してみる。そんなにこわばった顔しないでください。冗談ですよ。あなたの力が一歩間違えれば危険なのは変わらないけど、危険人物ではないと判断させてもらうわ。桑名号に感謝することね。これは桑名号に取り持ってもらって、他の御剣とも話をさせてもらった上での判断よ。桑名号をはじめ他の御剣がいれば万が一もないと思うもの。ユキナさんとさやかさんからあちらの世界に伝えてくれるそうです。決まってるでしょ。報告のために元の世界へ戻るわ。もっと痛い気もしてますけど、私たちの世界のいろんな意味で危険な人をほったらかしにしすぎるのも危険ですから。別にいいわよ、見送りだなんて。いいえ、させてください。もう少し一緒にいたいというのは私も同じですから。桑名号さん。そうね、だったらお願いしてもいい？はい、喜んで。話には聞いておりましたが、これが。この柱を使えばユキナさんとさやかさんは元の世界に戻れるんですよね。その通りだけど、ユキナ、おかしいわ。はい、さやかさんが張ってくれた結界が壊されています。原理はわからないけど、触れるだけで世界を行き来できてしまうのよ。どっちからだとしても不用意に行き来されたら、どんな混乱や問題が起きるか分かったものじゃないわ。だからそれを防ぐためにこちら側に結界を張っていたんだけど。結界というと、確か観察型が未知の結界を確認したと。手に負えないっていうのならお互い様よ。世界が違うからでしょうね。私たちも明治館とかに貼られてる結界は術式が満ちすぎてどうにもできそうになかったもの。ええ、私たちの世界の誰かでしょうね。そして
その誰かはこっちの世界に来たと考えるのが妥当だわ。その獅子王機関でしたよね。そこから追加人員がいらしたということは？その可能性もあるけど、だったら結界を張り直すだろうし。さやかさん、分かってる。獅子王機関以外の何者かが来たと考えるべきね。確認に戻りましょう。あっちで何か掴んでるかもしれない。そして確認が取れ次第すぐに帰ってくるわよ。わかりました。さやかさんお願いします。わかったわ。で、お願いします。私は残ります。もしその誰かが悪意を持って来ていたとしたら、二人で戻るのは得策ではありません。だったら私が残るわ。どんな危険があるかわからないのにユキナを置いてなんて。いえ、私が残ります。この任務における獅子王機関との伝令役はさやかさんなんですから。それに今の私はまだ隊長さんの監視役です。今日も朝から稽古ですか。精が出ますね、隊長さん。何ですか？あなたの監視役だからです。事態が変わってきたというのもありますけど、今までも監視をしなかったわけじゃありませんよ。明治館にいるかどうかを把握した上で、桑名号さんや他の三剣さんから情報収集をしてただけで、本来の監視とはこういうものです。やましいことがなければ拒否する必要はないと思いますけど。主様、本部から火急の知らせが。大きな霊脈の乱れと未知の力を感知、至急対処を願うとのことです。私たちの世界から来た誰かの仕業ということでしょうね。私も一緒に行かせてください。きっと、いえ、必ず力になれるはずです。ようやくのお出ましか。もっと早く来るかと思ったが。主様、あの男を中心に強い霊脈の乱れを感じます。そしてあの男から勾玉にも似た何かよからぬ力も。よからぬ力か。的外れだな。これは世界を正す良き力だ。これは魔術。あなたは魔術師ですね。こちらの世界に来て何をしようとしているんですか？この地にある力を吸っているだけだ。手つかずの霊来、凶悪な魔獣に潜む力。こんな宝の山を放っておく手はあるまい。獅子王機関謎に独占させはしない。この世界の力は我が悲願を成就させるため使うべきなのだ。獅子王機関は、私たちはこの世界を利用しようなんて考えていません。剣なぎの名にかけてあなたを取り押さえます。はい、私も。先手必勝か。悪くない手だ。ダイヤセッカローが。私の剣が首飾りから放たれた光に弾かれた。ジュグまで持ち込んでいたんですね。
獅子王機関の犬が先に来ているのは分かっていたのだ。この程度の準備は当然だろう。剣脱ぎ、そしてこの世界の猛者よ。貴様らの刃が届くことはない。これからはもっとな。この気配は、主様、来ます。大量の魔が月が、あの魔術師を守るように。奴は凶悪な魔獣、魔が月の力も吸っていたと言っていました。もしかするとそのせいで魔が月を操る術を得てしまったのかも。ご名答だ。この魔獣どもを操るのは簡単だった。同じ力を得れば、その力を魔術に利用すればいい。ああ、我が力の前に挽き肉となれ。単なる物量戦だったら分が悪かっただろうけど、使っているのがこちら側の魔術なら。今の声は、さやかさん。遅くなってごめん、ユキナ、クアナゴ。あとついでに隊長。細かいことに突っ込んでる暇はないわよ。獅子王機関の犬がまた増えてく。犬とはひどい言い草ね。名もなき魔導テロリストの魔術師さん。名もなきだと。だって危険人物のリストに載ってないんだもの。おかげで素性確認が遅れちゃったじゃない。バカにするな。一人増えたところで何ができる。この魔獣どもに踏みつぶされるがいい。来ます。慌てなくても大丈夫よ。言ったでしょ、使ってるのがこちら側の魔術ならって。降下臨。獅子の侮辱たる鷹神の舞姫が讃えたてまつる極光の円空、高価の麒麟、祖は天学と強雷をすべ噴煙をまといて妖霊名器を貫く者なり。妖霊名器を貫く者なり。この音は、あの矢から。ナリカブラヤ、大音響を放つコーナハジャの樹脂です。サヤカさんは、降下臨はあの矢を使って、人間の生態や肺活量では唱えられない失われた秘事を詠唱することができるんです。あれだけ盗撮されていた魔が月たちの動きが鈍くなった。なぜだ。奴の魔術を、魔が月の動きをジャミングさせてもらったわ。今よ、ユキナ、クアナゴ、ついでに隊長。分かってます。統制が崩れている今なら。はあ。デゴマども、くしゃくな。はい、主様、お願いします。主様、ユキナさん、サヤカさんと一緒なら。たぁ！やらせはしない。またあの首飾りに。あと少し、あと少しで届きそうなのに。いいえ、隊長さん、この戦い、私たちの勝ちですよ。せっかろう。ペンダントが、ジュグが。一度見せたこと、
そしてクワナゴーさんと対峙して身動きを封じられたのが運の尽きです。ユキナの石化炉には浜の力が、魔力を無効化する力が備わっているのよ。防御結界の発生源さえ分かってしまえば、ピンポイントで狙うなんてユキナには簡単すぎることよ。これが獅子王機関の剣麦と舞姫か。こんなところで我が悲願が潰えることになるとは。あなたを拘束し獅子王機関に引き渡します。操っていたマガツキも全て対処させてもらうわ。負けなど認めんぞ。認めるわけには。マガタマが膨れ上がって、まずいです。うわうはい、お任せください。どうして私に声をかけないんですか、隊長さん。私にもね。確かにあなたの指示下に入っているわけじゃないけど。いいえ隊長さん、これはすでにあなたたちと私たちの戦いです。まったく手こずらせてくれるわね。でも任せてください。獅子の巫女たる鷹神の剣薙が願い立てまつる浜の諸行、石化の神童、鋼の真意を持ちて我に悪人百鬼を打たせたまえ。承知しました。おかげで魔導テロを起こそうとした魔術師は元の姿に戻ったしね。きちんと連れ帰って獅子王機関に処分を任せないと。どうしました？元一緒にですか？よく恥ずかしげもなくそんなこと言えるわね。だとしたら天然のいやらしい人ですね。クワナ号もこんな隊長と付き合ってると苦労が絶えないでしょうけど。クワナ号？なんで泣いてるのよ。二人と一緒にお話できた時間が楽しくて。クワナ号さん、まったく泣かないでよ。根性の別れってわけじゃないんだから。本当ですか？私たちの世界に危険が及ぶどころか、逆にこの世界に危険をもたらしちゃった形だもの。その上いろいろとお世話になっちゃったし、この借りは必ず返しに来るわ。クワナ号とついでに隊長にも。ね、念押ししとくけど、あくまでクワナ号にが大前提よ。本当に調子が狂っちゃうわ、この隊長と話してると。隊長さん、油断されているようですけど気をつけてくださいね。
一旦戻りはしますけど、任を解かれていない以上、私はまだあなたの監視役ですから。もちろん必要なら抹殺することも含めて。